回私がやってきたのはエレファントプライドサンクチュアリーです。このゾウの保護区には生後9ヶ月のゾウの赤ちゃんがいます。このゾウの保護区にはおばあちゃん、お母さん、赤ちゃんの3世代のゾウの家族が自由に住んでいます。ここではゾウの家族と山登りをすることができます。ゾウの糞にキノコが生えています。
ね。ゾウの赤ちゃんは彼女のゾウ使いを完全に信頼しています。今回の山登り中に見た私の最もお気に入りのシーンです。ゾウの赤ちゃんが彼女のゾウ使いに甘えています。山を降りていきます。Thank you.
やからな。ゾウの赤ちゃんが木に頭突きをしています。向こうでゾウの赤ちゃんが走って山を降りています。興味深いシーンを目撃しました。ゾウは地面に落ちているものをまたぐとき、鼻でそれの高さを測ってから前足を上げるようです。ゾウの赤ちゃんは人間と遊ぶのも大好きです。私たちの山登りは1時間でした。とても楽しくてあっという間の1時間でした。この後みんなでランチを食べてから、ゾウの家族と水遊びと泥遊びをします。